恐ろし連邦北方領土に挑戦です。あの統率力が極端に低いってことは、明らかに初見殺しです。データベースの確認は、もうこれでもかってくらい確認しました。では大丈夫と思っていいんですね。ではGO!実は今回のステージ、敵を一体でも倒すとブラック魔が出てきてどうにもなりません。ははは、俺たちに何かあってみろ。兄貴が黙っていないぜ。かなり物騒なことを言ってますが対策はどうするんですか？ニャンコンゴで吹っ飛ばしの距離を伸ばして壁に守らせつつ吹っ飛ばし要因を出していきます。アミーゴは使えるのですか？数を多く出せるのと以外にも活躍する場面は結構あります。猫アップルは動きを止めて押していくためですか？これで結構確率が変わります。戦略の大きな要素は大体わかりました。様々な手段を用いて一角くんを城の後ろまで押していきます。その後ライオンを出して城を攻撃という簡単ですが間違いが許されない戦いです。やはりナーコックをたくさん出しますね。アミーゴは足が遅い弱点がありますから、あとラブラブニャンコにも活躍していただきます。攻撃力が低く数で押していく戦法ですね。あまり強いキャラを使えばこちらに勝ち目はありません。一見時間をかけているように見えますがこれが一番時間をかけずに安全な戦法だと思います。ブラック魔を倒すことはできないのですか？不可能ではありませんが結構な賭けになります。40倍の強さ倍率に対してどう立ち向かうかですが足止めをたくさん用意して2万超えの攻撃力を持った高級ユニットで戦うことになります。勝利。地道ですがこれが一番安全です。まあ勝つためなら。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。いつかブラック魔を倒す動画をあげたいです。